ここは負けられない1番人気、11番ひしあけぼの。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。下克上は起こりうるのか。ひしあけぼの注目株の馬娘だ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、アイネス夫人。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ひしあけぼの、ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはアイネス夫人。1馬身離れて5番ひしあけぼの並んできた。1馬身差桜千代の内から内から6番、外を回って9番、2馬身離れて1番、外から外から12番、差がなく4番、後方2番手に3番、最後方ポツンと1人、7番ミホノブルボン。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、1番手はミホノブルボン、アイネス夫人。続いているひしあけぼの3番手、その後3、4馬身開いて桜千代の。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。ひしあけぼのここで抜け出した。先頭は宮下ママ、これが直線勝負になるか。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。ひしあけぼの早い早い、もはや独走状態。ひしあけぼの先頭はひしあけぼの、これは強い。残り200、2番手争いはアイネス夫人、ミホノブルボン、ひしあけぼの強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。ひしあけぼのカーニバルレースを制しました。2着アイネス夫人、3着ミホノブルボン。ここは負けられない1番人気、10番ひしあけぼの。実力は完美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。注目のひしあけぼの、十分に勝利を狙えますよ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、ゴールドシティ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは3番ひしあけぼの、9番向こう正面、中間に入っていく。期待通りの結果を出せるか。1番人気ひしあけぼの、3番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは3番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、3番手にはひしあけぼの、さらに西のフラワー、5番手5番、外から外から11番、それを見るようにフィッシュアマゾン、後ろ4番、少し離れてゴールドシチー、1馬身離れて1番、後方2番手に2番、最後方12番、意気揚々と先頭を行きます。3番、どうでしょうこの展開。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。ただ本気ではないですよ。まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。
まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。必死アケボノ、ここで抜け出した。さあ、内から先頭を伺うのは5番必死アケボノ、ゴールドシティ。5番横一線に並んだ最終コーナー、最初に立ち上がったのはゴールドシティ必死アケボノ。並んできた必死アケボノ、抜け出した。残り200、これはすごい。必死アケボノ、リードは2馬身、先頭は変わらず必死アケボノ。強さを見せつけて必死アケボノ、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。必死アケボノ勝利を飾った。2着はゴール。